では、ちょっと待ってください。お疲れ様です。はい、今シーズンリーグ戦では初の出場になりました。はい、今日の試合を振り返っていただけますか。そうですね、まあ、自分本当に一度もリーグ戦はベンチにも入れてない状況で、まあ、本当に精神的にも苦しい時期をずっと過ごして、まあ、本当にようやくチャンスをくれたというか、絶対にこのチャンスをものにしたいなという気持ちから入って、まあ、先制点は自分がシュートしたところを久保陸人選手が決めれて、まあ、そこは良かったんですけど、まあ、追加点取れるシーンが何度か、まあ、チームとしてあったので、そこを決めきれないとやっぱこうやって引き上げで終わってしまうなというのはあります。はい、あのなかなかこうリーグ戦に絡めてない中で、はい、今回スタメン起用でした、はい、監督からはどういった指示をもらって入りましたか。そうです、まあ、システムも3バックになって、よりワントップっていうのはターゲットというかボールを押さなきゃいけないというか、まあ、そういう部分では自分もワントップっていうの方が結構得意な形だったので、まあ、シャドウの田中選手と久保選手をうまく活かせるような働き、そして、まあ、自分から守備が始まるので、そのスイッチ役として、はい、やってくれておりました。はい、今日体を張ったプレーが非常にありましたけども、はい、そのあたりご自身の中での実践的なところ、そうですね、やってみていかがでしたか。まあ、正直去年の最終戦から、まあ、リーグ戦は出てないので、正直実践っていうのは、まあ、練習試合もなかなか組めない状況だったので、まあ、そこはすごく不安だったんですけど、まあ、先制点取れてちょっと気持ちが楽になったのはすごい良かったかなと思います。はい、あの先制点もうちょっとだったら自分のボールっていうのは、まあ、ちょっと自分なりにゴリゴリいった感じが、まあ、でも本当チームがやっぱ流れの中でずっと取れてないって言われてたので、まあ、それはやっぱ次に繋がったのかなと思います。はい、この花園での試合になると非常にお客さんに近い中でプレーできます。そのあたりどのように感じましたか。いや本当に監督サポーターの一言一言っていうのがやっぱ聞こえましたし、まあ、シュート外した時とか決めろとか、まあ、やっぱそういうのは素直な気持ちなので、まあ、すごくなんか久々の感覚で、まあ、もっともっと責任を持ってやらないといけないなと思いますし、まあ、やっぱり苦しい時間帯に結構拍手とかしていただいたので、まあ、そこはすごく力になりました。はい、次節で前半のリーグ戦折り返しになります。はい、まずは次節の試合に向けてってことをお願いします。そうですね、宮崎でアウェーなんですけど、まあ、しっかり、まあ、ここ全然勝ててないのでしっかり勝って前半戦を終えて、まだまだ昇格狙える順位にいますので、まあ、そこは必ず勝利して帰ってきたいと思います。最後に、今日応援してくれたサポーターにメッセージをお願いします。はい、まあ、次節しっかり勝利して、まだまだ昇格を目指していきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。